ネーデルベートベは、オランダヘルダーラント州の基礎自治体。石器時代や鉄器時代に遡る出土品が見つかっているが、その当時から人間が住み続けているかについては、定かでない。ローマ帝国時代には、リメスの北端がこの辺りに存在しており、その証拠として、現在でもカストラが、ケステレン地区に残っている。1300年頃には、洪水から住民と農地を守るために、 初めて堤防が建設された。この地にある教会はカルバン主義のものが多く、カトリック教会のものは見つからない。ヘメエンテの東側の教会が宗教の教会にもなっており、その東側はカトリック教会となっている。この理由はスパンヤールズ堤防と呼ばれる80年戦争の前に建てられた堤防が存在したことによって説明できる。第二次世界大戦では戦火にさらされた。 ナチスドイツが1940年5月に侵攻し、グレッペベルグの戦いに巻き込まれた。1944年9月には、マーケットガーデン作戦によって、再び戦火にさらされた。米国の中で最も狭い土地である、この地には連合国の共闘補が置かれた。オプフースデン地区は、ドイツ軍とアメリカの第101空挺師団、イギリス軍。 ベルギーの第一不評旅団の間で行われた戦闘によって海人に返した。オフテンックもイギリス軍が大砲や迫撃砲をアール側の南側から撃ったために破壊された。1995年2月に上昇した川の水位が長い間下がらず堤防の強度が低下したことによってオフテンックは国際的な関心を集めた。 他の堤防も合わせるとこの周辺地域に居住する25万人が立ち退きを余儀なくされた。この異常な水上昇は2ヶ月近く続き2月1日以来記録的な高さを維持した。堤防は崩壊するかと思われたが救出計画によって崩壊を免れた。その数ヶ月後にはすでに計画されていた補強計画が住民の意義なく実行された。避難以前に 堤防の補強に反対していた住民、その多くはニムビー主義者であったの中には他の住民から嫌がらせを受けた者もいるという。2015年6月のネーデルベートベ地理的協会は大部分が水によって確定されており、南はワール川、北はライン川、西はアムステルダムライン運河によって確定されている。 オプフース電地区ではこの二つの川がおよそ3キロメートルの近さに位置している。土地はもともと干拓地で、堤防がかつての氾濫源を洪水から守っている。氾濫源であるため、その土壌は主に粘土でできており、その下に砂や、礫の層が存在している。A15 高速道路が東西に走っている。ライン川の近くにあるケシテレンとワール川の近くにあるエヒテルトで、 それぞれ修道と交差している。鉄道は1882年に建設され、ヘルダーマルセンとアメルスボールトから内面編へとつながっている。貨物船のベートベルートは2007年6月16日に開業した。フェリーはオップフースデンからバーヘニンゲンを結んでいる。夏場には小型船がドデバールトからドゥルーテンを結んでおり、自転車でワール川を渡る。 観光客向けに運行されている。地域経済は主に農業であり、果樹栽培と苗木が盛んである。その他に、いくつか、工場も存在している。地域経済を活性化させたのは、鉄道の開業であり、これによって、新鮮な果物を輸送できるようになった。しかしながら大部分の労働者は、市外で働いている。解体を待つ、ドデバールト原子力発電所ドデバールトには、 沸騰性型原子炉を有するドデバールと、原子力発電所があるが、現在は使用されていない。1968年から1997年にかけて運用されており、その発電能力は58メガワットであった。2003年には最後の核分裂性物質が取り除かれた。発電所の一部はすでに解体されているが、 建屋は安全のために2005年から2045年までの40年を待ってからの解体となっている。放射性崩壊を引き起こすコバルト60の半減期は5.27年であり、40年で1、193にまで減少する。しかし長く待てば良いということでもなく、その頃になるとコバルト60はニッケル63になっており、 この半減期は100.1年となる。消費されたウランと残りのウランは創業停止の際にセラフィールドにある英国核燃料会社の再処理工場に輸送された。ありがとうございます。